まやさ、でも寝るのがね遅い日とかはね、寝るのしない起きるのがねギリギリとかねは、まあ、朝送るの忘れちゃう。つい間にやられてるから。今歯の下の歯のさ裏の歯茎に口内炎できてて、めっちゃ痛いんです。この髪だけ気になる。これ気になる。後ろに口内炎。突然できた。肌も荒れちゃってもうダメ。治安が悪い。皆さん猫ミームって知ってます？猫ミーム見るのが最近のブーム。ずっと見ちゃう猫ミーム。長いよね、ここだけ。暴風なの、豊橋。風の音です、全部。ネコミーム、 TikTok でネコミームって検索して見てみてほしい。もうハマってずっと見てる。やつ見てます。髪切ったんです。切りすぎちゃったかな、短い。想像以上に短くなっちゃった。さすがに美容院で切りましたよ。タピオカ、タピオカになってます。なんかいい髪型ないかな。短いよね、気になる。外跳ね、この髪型で長さで外跳ねはできないか。
違うんです、ここだけ長くて。ここだけ長いかも。ちょっと どうしよう。どうですか、近いよね。美容院行きましたよ。さすがにね、美容院に行きますよ。全体のカットは。よいしょ。だけ似合わないもんな。こう全部こうすればいいかな。こっちの丸みが気になる。そんなことない。でここをもうこの。髪の束に任せて、この髪の毛難しいんですよね。切っちゃう。こういうさ、こういう感じにしたいんですけど、するには長いんですよ。長くてこう前に落ちてきちゃうの。顔も丸く見えそうじゃない？これこっちにこう
でも切ったら後悔するの分かってるの。違うな、これはこっちの髪だけ。だちだ、わかるよね、なんか丸いよね。ほーい、しますか。美容院行った日ってさ、考えるんですよ。次の公演とかでこの髪切った髪型をどうやってよりよく見せるか。まあそんな普段変わんないんですけど、長さ。やばいな、やっぱ。でも切ると後悔するの分かってる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。気になるよね、こっちの。90度気になりますよね。気になる。みんなが気にならなくても私が気になっちゃうかも。じゃあ七三七三になりすぎる。なんだろうな。難しいんですよ、これがね。いつも私を悩ませるの。ここの前髪。
立ち上げるとなんかみんなは気になんないのかな、私だけ気になっちゃうの。でもペターンってなるのがちょっと嫌だよね。見て、すごい。すごいです。耳かけるね。温度をさそんなに高くしてないから全然つかないんです、跡が。鏡見てやってます今。ここをこうこうしちゃえば、うん、こっちはなんとかいい収まりじゃない。ストレートはちょっと違うな、違うかも。ストレート違いますよね。こっちをストレートにするんだったらこっちもストレートでいくべきだと思う。でもこの前髪がいいってなると、でもこっちを切っちゃうと両方ストレートにした時に困るんですよね。そうなんですよ。ここでなんかくっつけ、伸びるまで一生この髪型をするっていう選択肢で行くのであれば切れるよね。
足はこっちの目にかからないっていうのが最近の私の条件で、そうかかってる影にもなってほしくない。長いな、こっち、ここ切っちゃった方が。あとで切ろう。意味わかんないとこから耳出してても可愛いかも。わかります？共感者いる？意味わかんないとこから出てる耳好きなんですよ。毛の耳かけて耳かけですっていう髪型も好きなんだけど、なんかこうそれは出したくて出したのか出ちゃったのかどっちっていうのも好き。でも正面から見るとなんかさ、これじゃん。こうしてればいいよ。全く一緒でしょ。こっちの方が見やすい。これなんですよ、一緒。そう、だから難しい。でもこっちの顔難しいな。こっちの顔ってなった時にこれの方がいい。ちょっと要検討ですねこれは。でもこの意味わからない耳出しもありっていうことが分かったので、こっちも出しちゃう。まあでもしょうがない、この前髪をしてるならどっちみちね。あーいいかも。不自然なとこから出る耳。私は好きです。ちょっとこれは違うな、不自然出ちゃいました。
ですわ。長さはベスト。ちょっとでも短い気もするけど、ベストです。首が長く見える。この服だからちょっと V ネック苦手なんですよ。 V ネック着ちゃった今日。伸ばしたいなとは思うけど、今は違うかなって。私ハイネック V ネックが合わないんです。そう、骨格的に。だったらこう片方を出てるとかじゃないと、なんかなんだろう、撫で型っぽく見えるのかな。そりゃね、なんかこうこうの方がさいいな。肩ありますって。そう、丸首か。でもこの四角形スクエア、鎖骨がこうちょう出るスクエア、こういう形ですね、が一番好きです。 V ネックはなんかなんだろう、違う、困る。困りますよ。ヒートテックはこういう形してます。こういう形してる丸。豊川高校、ゆずさんが言ってた今日野球言ってましたわ今日。そう、高校野球かな、わかんない、ちょ、なん、野球です。何の野球かちょっとわかんないけど、その高校野球が どっか豊川は聞き取れた。なんかやっぱ気になるな。丸すぎる。まあ、いっか別に。
豊橋風強いです、めっちゃ強いよ、名古屋より全然強い。風です、この音。毎日、毎晩、毎晩言ってます。めっちゃ寒いよ。押される、こうやって風に。この時期はでもずっとこうですよ、夜。山なんですよ、山だから。隔てるものがなくって、だここ窓なんですけど、家々が見えるもん。山が見えるし、山です。海？歩いていけない。山は歩いていける。全然寝れちゃうんですよ。なんかどこでも寝れるの。起きないんです。明るくても。外でも環境が良ければ。気温？寝れる。起きないんですよ。公演前の楽屋でも寝ようと思えば寝れます。でもなんかないんですよ、そういう場所が。誰かが通るとか、その通行の邪魔になるって思うとそこでは寝ないから、違うところで寝ますね。事務所で寝るところない。突っ伏して寝てる。 SK 入る前から、うん、生まれた時から。うん、立っても寝れるけど危ないってなる。
授業中寝ちゃってた時もある。全然なんかさ、ペンをさ、あ、こうやって寝るの気づいたら気づいたらこうやって寝てる。で起きて、その板書するじゃないですか。もうそこが終わってる終わってる時とか、ああ、寝ちゃうんですよ。そう、ご飯食べてる時も寝るから。え、なんかそのスペースを空けて、続き書いて、で後から友達に見せてもらうか、教科書を見て、まあ、こういう感じだろうなって思うのを書く。自分で創作するやってました。高校のテストってでも教科書のに書いてあることじゃないですか、基本的に。あ、そう、高校の話大体そうじゃないですか。大学はね、行けてないもん学校に寝るとかの、まあ眠たい時は寝てたけど行けてないから、もう違うんですよ、レベルがというか、話が違う大学ほぼ行けてないから、もうテスト受けれたら奇跡、単位取れたらもう神って感じの、めっちゃ落としてきてるから単位をだから単位落としてないって、そういいなって思う。超さよなら、諦めた。単位ほぼ諦めて、でも周りと先生に恵まれましたね。私はめっちゃ単位落としたけど、卒業できればいいって思ったから、ギリギリでした。4年生の前半までだって、3年生のさ終わりでみんな取り終えるじゃないですか、単位を。130ぐらいはさ取るからさ、3年間で取り終えれるんですよ、みんな3年生でね。でも私は取れてないから4年生の前期は一人で行って、一人で授業受けて、もう寂しいよね そうだから一人行動は全然
でした。人はいるんだけど、友達が取り終えてるの、みんな。地学、そう、地学がね、まあ不思議なことに被るんですよね、地学のテストって。総選挙と被ったり、歌番組と被ったりして、で授業も出れないくて、地学3回受けた4回受けた、もう記憶ない、毎回地学受けた、地学の記憶がすごいあるもん。地学とマントルとモホロビチッチフレン族面とか、めっちゃ地学やってたから地学の記憶しかない、もうもはやね。ありがたいです、もう本当にあれです、恵まれてました、恵まれてたと思うし、うん、ちゃんと生きてたからよかったです。実験はそうですね、取れました、必死だった。でも公演とさ被るんですよ。で昇格してすぐに大学2年生の冬10月に昇格して、でその時ってチーム員が16人以上いて、正直いい公演に出れないこと日もあったんだけど、アンダーっていう形だったから、私もだから誰かがいない時に出たりしてたんだけど、10月の頭で昇格して10、11、12で結構卒業され、3人ぐらい、2、3人1月とか卒業されて、16人切ったのかな多分。でそのポジションが空くじゃないですか、で出れるみたいな聞かれる、この日出れる学校あるみたいな聞かれて、出ますって、出る選択をするんですけど、じゃないと同期がこうアンダーで出るから悔しいじゃないですか、大学で出れないの。同期の方がいい公演出てるってなったら、その子が昇格すればよかったってなっちゃうから、そう、そのちゃんとそこは優先順位しっかりしないといけないっていうの、大学を優先してる場合じゃないっていうのをちゃんと私も分かってたから。時間かけでしたね。今日何時までにこの実験が終わらないと私公演やばいみたいな感じで、6時半開演だったじゃないですか、5時半とかに劇場ついてた時もある。もうついて、もう大学で一応整ってるから、ついて着替えて髪をある程度やっても出るみたいな。
1時間前に劇場にやっと入るぐらいギリギリでついてた時はあります。青春ガールズ公演とかも朝6時に起きて、あ、リップめっちゃ濃いかも、大学行ってでも公演やってる。ロボの花は誰のためにとか言いながら、あー、この後レポートやんなきゃみたいな時もあった。明日も大学だともちょっと思ってた。青菜の時、うん、でそれもあって公演後とか同期がご飯行くんですけど、レッスンの後とかでも行けないんですよ。普通に次の日また6時に起きて大学行かないといけなかったりとかするので、だから結構加入して3年間ぐらい本当に自分に余裕が持てるようになるぐらいまではこう両立に必死すぎて、そんな人とご飯行くとかもしてあんましてないし、土日ぐらい。自由だったの。でもさ、3、4年生になると土日もさ、大学にこう行かないといけないじゃないですか。大学生って祝日もないし、祝日に SKE イベントあるんですけど、あったんですけど、私が大学生の時代って祝日ないんよ。大学生だから、あ、学校ある月曜日とかね、学校あるけどイベントもある。そう、祝日がなかった。うん、嘆いてた、祝日ないって。だからこう研究生昇格してすぐとかの時代のリハーサルに、コンサートのリハーサルに参加できないんですよ。公演とかを優先する分、フリ入れとかレッスンとかは行けなくなるんですね。そっちまで振り入れに行っちゃうと単位、取れる単位がなくなっちゃうから、そう、行くしかなくって、だから振り入れやった曲とかめっちゃ少ないの。リハーサルとか全部、ほぼ本当に全部自力で覚えてきたから、だから何でも自力で覚えれる気がしちゃう。うん、自力覚えれるなって。ミッドナイト公演出た時も初めて、ミッドナイト公演だった時もう
パーティーズオーバーだけ振り入れ行ったんですけど、振り入れにめっちゃ時間かかって、だから難しい振りじゃないんですけど、なんか振り入れ自体に時間がかかってて、だから他の曲は全部自力で覚えるって言ったらめっちゃ苦しみました。ミッドナイト公演が一番苦しんだ。うん、もうそれで、ま、もう私のミッドナイト公演は完結完結したなって思ったの。この忙しさ、ミッドナイト公演5公演分ぐらいのハードスケジュールやったからだったから、もういっかってなって、うん、満足しちゃいました。そう、あれだって、誰のことを一番目に、違うな、こんなに苦しい思い、もう自分で覚えたの。難しかった。アンビュランスとかもかな、もう本当にあんまり記憶がない、やばくて。誰を一番愛してる？あとやばいなって思ったのは、だらしない愛し方も大学あって振り入れに行けなくて自分で覚えるってなった時はやばいやばいって思った。この曲やばいかもって思ったね。あとなんだろう、エスケープをフルで踊ったことがあるんですけど、チュリさんの卒業コンサートかなの時の振り入れにも行ってなくって、それはただのミスなんですけど、ワンハーフだと思って行かなかったらフルサイズで2番踊るのってなって、その振りの映像を見て自力で覚えて、覚えれました。もう覚えてないけど、覚えるの早い方だと思ってはいるので、自分への信頼はある。大学との両立時代に培ってきたものがあるかな。
できないけどね。今じゃダメ。でも今ならもっとうまくできるかな、両立。成長しました。そう、でも忍耐強い、我慢強いから、昔からそれもあるかもしれない。風すごいよね。大丈夫、割れたことないから大丈夫だと思う。半になったらランキング見ます。大学時代の記憶があんまりない。もうハードすぎて。遠い目になってる。うん。そう、でもレポートとかは提出することが大事って思ってたから、新幹線で書いてガッタガタの字で書き終えたのとか出してた。そう、パソコンでやってたのもあるけど、そのなん映像を見て感想を書くみたいな授業とかは手書きなんですよ。ガタガタ。そう、パソコンできなくて、リュックが8キロとかあったの毎日。
大学パソコン持っていかないといけなかったり、やっぱりいろいろ荷物があるじゃないですか。8キロしょって往復4時間だったから、でレッスン場行ったりとかするとさらにかかるじゃないですか、移動時間も。だから肩がめっちゃ痛い毎日だった。肩こりしてたと思う。今肩痛いなって思うことそんなにないもん。往復4時間、今もあれだけど往復4時間弱。若返るけど。大学はもっとかかってたか。乗り換えとかがいっぱいあったから。忍耐強いんです。だから毎日往復4時間弱だから気になんない。そんなちょっとやそっとではね悲鳴あんま上げないタイプだから、だからリアクションむずいのかな。8キロ重かったな本当に。なんで8キロもあるんだよって思いながら通ってたもん。体重計に乗せたんですよリュックを。そしたら8キロあって、はあこれ重いわってなって、今は大丈夫、今はそんな重くない。でも月曜日あの土日握手会やって幕張メッセとかで握手会キャリー持って行ってるじゃないですか東京に。で月曜日大学だからその6時とかの新幹線で帰るんですよ名古屋に、キャリー持って。で家一回家に帰ってる暇とかないからキャリー持って大学行くんですね。だからもうゴー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 って大学砂利道とかさ道路とかもあるけど階段もいっぱいあるし、だからめっちゃ目立つし、授業のたびにさ部屋違うからキャリー持って移動しないといけないじゃないですか。大変でしたよ。うん、そうめっちゃ目立ってた。そうなんでキャリー持ってんだろうみたいな目で見られるの。あよくないよくないと思いながら真っ赤っ赤のキャリー引いて白とかにしとけばよかった。黄色真っ赤っ赤のキャリーだったから。
頑張ってましたよ。というわけでランキング、あ、今日そうだった、サイン書こうかなって思ってたのに普通に話しちゃった。こんな感じのカフェリン、今度配信した時に書こうかな。その前に書いちゃってたらちょっとサイン書き配信はないかも書いちゃうかもしれない、空いてる時間に。というわけでランキング見ます。1位ババババ、2位あー、3位のの、4位ジェジェ、5位ワワッファ、6位あー、7位あー、8位フフ、9位ジュ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 、10位ヒロ、あ、ヒヒヒヒ危ない、危ないじゃん。11位ナナ、12位シシシシ、13位テテテありがとうございます。男女以外の皆さんもありがとうございます危ない、怒られるとかだったよ。危ない危ない。ありがとうございました。明日 TBS チャンネル1で合同ライブ20時から配信ありますので、ぜひ見てください。 X に写真付きでポストしたので、それも拡散よろしくお願いします。拡散してくれたらきっと大富豪さんと TBS さんも喜んでくれるので、ぜひ拡散しといてください。 TikTok も更新したんだけど、聞いて、 TikTok がアップデート多分されて、なんかよくわからなくなってるの、コメントが見れないで、いろいろちょっとこうビジネスアカウントに切り替えてみたり、なんかいろいろしてみたんだけど、配信前に見た感じだとちょっとよくわかんなくなってたから、ちょっと一旦 TikTok いろいろいじってみるけど、なんかコメントを見るっていうアクティビティとかのページからは見れるんだけど、自分のプロフィールから動画に飛んでこのコメントマークから見ようとすると見れないんですよ。だからなんかその辺がよく分かんなくて、ちょっとみんなもなんか反映されるまで、あ、コメントマーク長押しすると絵文字送れるの知ってた？最近知ったんだけど、私動画のさ、ハート、コメント、保存、共有ってあるじゃないですか。コメントマークのとこ長押しすると絵文字がブオンって出てきて、その絵文字タップするとその絵文字を3つ送れるようになってるの。多分それだったらフィルター、変なフィルターかけて削除されないと思う。勝手に削除っていうか表示されてないんだと思う。だから私が何か正解の操作をできればみんなのコメントが表示され始めるのかな、わかんないんだけど、今それをちょっといろいろやってみてるから、長押しで絵文字とかが
今は安牌かもしれない。コメントはなんで見れないかわかんないんだけど、ちょっとこれじゃないっていうか、なんか案あったら教えてください。というわけで見れますか、後でちょっと見てみます。はい、明日は朝早いのでちょっと0時まではできないんですけど、また配信します。明日は多分できないかも。またねー、バイバイ。